まあ私は秋田で起きたあの畑山彩香ちゃんとか米山剛健君とかねあの県のからも見てますしえースーパーボランティア大畑さんが活躍した山口の件ですとかまあ長野の件はちらっとね聞いたぐらいであんまり詳しく追ってませんでしたけどもの話ですとかまあ北海道で行方不明になって でえー、自衛隊の施設で見つかったあ男の子の話ですとか、まあ、これ、林道で遭難した件ね、林道って遭難するんですけども、であ南朝耶さんと、その、なんとか、小倉美咲さんが似ているとかって、まあ、ちゃんちゃらおかしいんですよね、これ、ちゃんちゃらおかしい。えー、南朝耶さんの捜索に自衛隊出しましたかはい。 どうですか高島レオンさん、富山の、えー、失踪事件で自衛隊出しましたか出してないですよね。小倉美咲さんの件、自衛隊出しましたか東京の立川から UH1 飛ばしてるわけでしょおい,おい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 、この,この差別って何ですかって話ですよ。山口の2歳児の,、えー、だあのスーパーボランティア、小畑さんが、えー、見つけた。 ね、男の子の件に自衛隊出しましたが出してるでしょなんで山口出すんですかなんで道島村出すんですかなんでまあ簡単に言うと道島村の村長ごときにそれぐらいの村長ごときってっ申し訳ないですけども力があるのかといったところを考えれば分かってくるわけです。 市村の村長にそれだけの力があるんですか秋田県小勝郡旧秋宮村の村長にそういう力があったんですかそういうことを考えてくれば分かってくるわけですね、まあ、ここからですねぐっとですね陰謀論チェックになってきて、えー、刺激的な話になってきますから,から南沙耶さんにとか高島レオンさんになぜ自衛隊が投入されないのかっていうのを理解できない人たちには、えー、もう全くこの先見,見てもですね ピンと来ない話なので見ない方がいいと思います。ご視聴控えて、私のチャンネル登録者を登録を解除した方がいいと思います。ね、なぜ小倉美咲さんの時に自衛隊が導入されたのか、そしてなぜ永田長田村長が議会に臨時の議会の時にあの自衛隊も導入したと、その自衛隊の要請は県知事から出たんじゃなくて私から県知事に行って県知事から出たんだよというふうに前えて言ってるのか。 ね、そのねそういうことが分かってくるんですだからこれは内閣が非常に大きく関わってきます小倉美咲さんの失踪事件というのは内閣がめちゃくちゃ関わってきている特殊なケースですよという認識が皆さんの中にはないから足跡が足跡と確定してるということが全然信じられないですねはい以上です